ソニーモバイルコミュニケーションズエクスペリア SO-02G ドコモスマートフォン EXPERIA Z3 コンパクト SO-02G はソニーモバイルコミュニケーションズによって開発された NTT ドコモの第3.9世代移動通信システムと第3世代移動通信システムのデュアルモード端末であるドコモスマートフォンの一つ SO-02F の事実上の後継機種で スペックが大幅に強化されている。小型ながら SO-HG とほぼ同等のスペックとなっており、新たにハイレゾ音源の再生が可能になった。また、前モデルより高感度での撮影が可能となったほか、ノイズキャンセリング機能に対応した。ただし内部ストレージは SO-HG がガバイトに対して、半分の 16GB で、フルセグの TB には、 北洋。OS は Android 4.4を搭載している。2015年7月28日から Android 5.0への OS アップデートができるようになったが、一部地域でテレビが受信できなくなる不具合が見つかったため中断し、2015年9月15日に再開された。2016年8月9日から Android 6.0への OS アップデートができるようになった。ちなみに、 SO-HG と同様に NTT ドコモ向けのエクスペリアシリーズのキャリアロゴの位置は従来の前面から裏面に変更されている。キャッチコピーはあらゆる瞬間を美しく。PC 連携アプリケーションプリインストールアプリケーション。ありがとうございます。